皆さんこんにちは、ブスです。はい、ということで今日はちょっとね、違う、いつものねゲームとは違うんだけど、ただブッサイクなおっさんがね、ただ単に、おもちゃを遊ぶだけの動画になる可能性が素晴らしく大になります。こういうおもちゃで遊ぶのは、いや何年ぶりだろう、マジで。今回ご提供いただきました、それはこちらです。リニアライナー、タカラトミーさんからご提供いただきました。日本おもちゃ大賞2015、磁力浮上、磁力走行、やべえ、力強もある、そしてトンネル、スケールスピード時速500キロ突破、リニアライナーです。はい、てなことでちょっと実際にマジ開けたいと思います。すげえね、テンション上がってんだけど、ちょうどいいじゃん。でけえ、熱い、うわ、あ、やばい。はい、中身はこんな感じ。1段目、そして2段目となってます。すげえこれ。そう、とりあえず組み立ててみます。これで全部です。完全にやばいやつだ。これ見てよ、これが楽しみなんだよ。これがスケールスピード時速500キロだぜ。という感じで、めっちゃ速くね。だから俺はこいつとスピード勝負の方していきたいと思います。まあ俺だったらこんな速いやつを見たらね、自分と競争する、まあ、こういう遊び方をやっていきたいと思います。タクシー。ということで、あーやばいな、これ思った以上に速かった。俺ね、正直ね、マジで勝てると思ったんだよ。言っても俺は学生時代 50m 走はね 6.5 ということで、そんなね遅くはないと思う。言っても俺は学生時代 50m 走はね 6.5 ということで、そんなね遅くはないと思う。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 タクシー。マジで正直おもちゃには勝てると思った。まあぜひ皆さんもね、挑戦してみてください。ああ回りすぎると超気持ち悪くなるぜ、気をつけて。まあ実際遊んでみて思ったのは、あのね、これね、充電ができるのがやっぱね、すごい俺はポイント高いなと思いました。あの、まあ例えば、まあ、親戚の集まりとかね、こうでっかいのを持ってきます。はい、そしたら持ってったら、そこでもまあコンセントがあればできます。まあコンセント、まあみんな使ってたら電池でもできるんだよ。まあ、電池を入れるところからね、電池でも動くことができると、まあ、なのでどちらでも対応してるっていうのはすごいいい点かなと思いました。そしてスピードよ、問題はスケールで500キロ出んだよ。まあ、実際こいつがバカでかい実物になったら500キロ出てるんだよ。まあ、そのぐらいの、あのスピードが出る、まあ、これまでのねレールトイレのね、味わえない速さ、マジで味わってみてください。マジでびっくりするから、実際見るとめちゃくちゃ速いの、びっくりする。ということで、まあ、気になった方はね、概要欄の方からぜひぜひあのチェックしてみてください。マジでびっくりします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。では、次回も、ムダ毛乳首動画でお会いしましょう。